では孤独の専門です。12月12日月曜日、今日の東証市場を絞りましたので振り返っていきたいと思います。まず日経平均は 27,842 円33銭で 0.21% 58銭円68銭のマイナス。そして、マザーズが 783.33 ポイント 0.47% のマイナス。さらにトピックス 1917.33 ポイント 0.22% のマイナス。いずれもマイナスで終わりました。そして今ニューヨークダウ、先物はいずれもマイナスで推移しています。そして、今日の振り返りを見ていきたいと思いますが、今日の振り返り、これはフィスコさんの記事を引用させていただきます。日経平均は反落しました。ニューヨークダウも反落していたことを引きずっての反落となりました。一部の市場関係者の間で浮上していたのは、来年の値下げ観測が後退し売りが先行したという形です。また、長期金利の上昇も株価の重しになりました。13日には、CPI が発表されますけど、その警戒感も強まり、先ほど拡大して取引を終えたということです。米株安を受けた東京市場は159円91円安からスタートし、明日の晩にですね、CPI の発表、そして日本時間15日未明には FOMC の結果発表など重要イベントを控えているため、様子見ムードが広まったと。さらにイベントへの期待感もあり、取引開始後の売り一巡は日経平均は次第に下げ幅を縮める展開となったということです。大引けの日経平均は前日58.68円安でした。トランスフォープライムの売買高は9億2180万株、売買代金は2兆2380億円でした。セクターでは鉄鋼、鉄金属、卸売などが下落、一方、買い物と調達金属、ゴム製品など上昇。東証プライムの2サイダー銘柄は全体の 53%。そして、値上がりが42です。個別ではレーザーテック、F&LC、東方チタニウム、大阪チタニウム、楽天グループ、東京電力、日立などが安かったです。一方、JFE、鉄鉱株、住友鉱山など、非鉄株、三菱商事の商社株、東京力等など、半導体株が下がりました。この新材料では、業績見込みを下方修正した日本ハウスホールディングス、第一四半期15月の営業減益だったポールホールディングス、第一四半期累計 93% 営業増益だが、市場コンセンサスを下回った三井ハイテク、上昇だ市場予想しまだまって飛び出しシステムズ、第一四半期は営業黒字転換だが材料手少し安全化で取引ホールディングス、第一四半期営業利益4.7倍では利益確定率が3個11月既存店売り上げが 0.6% 今期最低だった物語コーポレーションなどは内調。一方、川崎重工、 IHI 東京、東方、オリックス、資生堂などが高かったです。商船三井、海運株、西川製鉄、補正加工など防衛関連株なども上げていました。日経東証市場でした。そして個別に、見ていきますと、銘柄を見ていきますと、売買ランキングをまず見ていきましょう。売買、ランキングはこのようになっています。レーザーテック1、野村総研が2、ソフトバンクグループ3、東京エクソン0、日本郵政5位、トヨタ自動車6位、バスケット7位、三菱重工8位、商船三井10位、サスメド、ソニーは10位になっています。そして値上がり率ランキング、ポエック1、日本中古車上開発2、ファンドクリエーション3位、鎌倉新書4位、アグロ鑑賞5位、贅沢6位、サンドスタリスト7位、グリングルファーマー8位、大阪工場9位、南米コンビニが10位です。下がりランキング、シンクが1位、トレシステムズ2位、プレインプリンステクノロジー3位、アジャイルメディアコーリングス4位、コーサインが5位、アースイビティティが6位、エチテクトが17位、トリキルコーリングスが8位、エイミング9位、マーキュリアリティが10位です。出来高ランキングは三菱 UFJ が1位、日本駐車場開発が2位、日本生物が3位、グミが4位、楽天グループが5位、野村総研が6位、7位が東京電力ホールディングス、8位が調査会社、9位がイデオプス、10位がファンドクリエーションズとなっています。そして、私の保有株の推移でいうと、いずれもマイナスです。証拠温度がマイナス 0.6%、ETF、VIX ですね、マジで4.5%、FNN、AW、ALIGA、4.5%マイナス、アグロ 5.8% マイナス、以上マイナスになっています。相変わらず厳しい状況が続いております。ただ、これ以上下がらないと思うので、特に VIX は必ず上がると思っていて、押し続けて、プラテンしたところで動くと良いと思います。他に、決算系でいきますと、今日決算